こうお姫様になれる、この人の前だとドキドキする。男は都合のいいように振る舞えるから。これは男って気づかないだろ、周りは。アリちゃんはどの部類なんですかって。あ、はい、ありのまま生きてます。別にバイセクシャルでもいいんですよ。何でもいい。好きになった人が好きと思ってる。なんか自分と一緒にいると不幸になるってどっかで思ってるのかもしれません。既読ついてないんですよ。読んでない、うん、好きすぎて同一化したいっていう。俺自身そういうところがあるからわかる。あのおかしいと思ってるから、女装とかニューハーフとか性同一性障害とかのその壁、うん、本当の自分が分かってる人なんて本当にいるのかなっていうのは思いますね。こうやって生きていかなければいけないらしいみたいな、そんな腐れ年寄りどもの思想が本当にムカつく。楽しくない、何にも楽しくない、この格好。子供もし育てたい。あなたが本当に女性の気持ちは全く分かんない。恋とボルバキア。やっぱり好き。彼女がいても